皆さんこんにちは。こんにちは。マックス村でございます。はい、2代目バイヤーです。リオナリです。はい、お願いします。はい、まずは、上場記念キャンペーン、こちらですね、11月3日に前まず第1弾が終了したんですけれども、皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、あのバナーがすごいことになってたりでしょ。あのサイダーが1円で売られてたりとか、あれやばいっすよね。超スーパースペシャル大好評本当に皆様ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、で好評いただいたわけで、うん、続いて第2弾を上場記念キャンペーンやろうと思っております。上場記念キャンペーン、はい、なんと第2弾があります。です、はい、すげえ。2弾も乗ってますね。大好評だった第1弾に負けず劣らず、はい、とてつもないキャンペーンとなっております。はい、その内容は発表ください。はい、蔵出しセールです。はい、何を蔵出し、はい、何かが問題ですよ。はい、これはですね、もう事務所にある、もうすでにも販売が終了してしまっているものだったりとか、あとは製品化に至らなかったグッズ、あとはですね、村井さんですか、皆さんが撮影で使った小物なんかを0円、はい、大放出。そう、大放出。まさかあのロケのあのロケで使ったあのじゃあここで私が一例を紹介しましょう。はい、お願いします。一例を紹介しましょう。はい、例えば全部0円ですからね、皆さん。はい、0円です。はい、もうこれから出すのが適切かと思いきや適切ではないんだけれども、うん、まずでんでん、うわ、去年の、12月調子に行った時に私がつけていた調子に乗ってません鉢巻き、調子に乗ってませんロケの時ですね。0円販売すげえな。てかまさにこれ自転車乗ってたよ。これまだあるよ、まだあるよ。うわさぎって言ったかけてたやつ、調子に乗ってません、ずっとかけてたやつね。0円。すげえな。え、これ本当に使った、俺が書いた文字だもん、これだって。あ、そう、そうそうそう、あのロケのね、前日ホテルで書いたんですよ、僕は。じゃん、じゃん、これが何かすぐ分かった人は相当マニア。これね、分かる人いるかな。5、4、3、2、1。じゃあ答え合わせ、バイヤーがごま油を塗ってトナカイの腹筋とかしてた時のあれです。あれです。ゼロ円、ごま油の時のやつです。まだあります、これちょっとレアですよ。せーの、ドン。うわ、これやばいよマジで。だって私の社長交代のバトルロード、奥の戸バトルロードのパネル、実際に使ったやつの、だってこれ貼ったやつ、ちゃんとそのまんま。激レア、よく取っといたね。じゃあ確かに0円。0円、捨てられなかった。あ、全部一品限りなんで。そうです、あの買うための方法はまた後で説明します。はい、後ほど。まだ事例ありますよ。一、はい、品限りって言ったら1品しかないもんね。こちら、うん、でん、それやばいでしょ。あら、あの富士山の、あの私が着てた着ぐるみ0円。これやばいよ、これやばいよ、ね、これはやばい。だってこれ愛たかしくんチャンネルのエンディング、いまだにこれだから、ね、そうですよね。本当ですよ。0円、まだ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 死ぬほどあります。はい、え、こちら何何私が感謝の聖剣好きトータルで2万回やった道着。すげえ。上下セット、上下セット、帯付き白帯、0円すごい。他にもですね、はい、今この場にはないのですが、うん、マックス村井 T シャツ、2年間着古して洗濯をし続けて、あの処分しようかなと思っていた、うん、もうこの文字とかがちょっと薄くなってきたやつとか。え、マジで出します。あの基本的にあの流通一切してないので。いや、そうでしょ。あとは私があのパズドラでおそらく何回か降臨、はいはい、あ、これはやってないか、これはやってないかな。ただこれしたら、これもう販売もう終わってるものだと思うんですけども、これあの私が使い古したセロハンテープとかで補強してあるやつ。なかなかうまく開かないやつですね。そう、本当に使ってたから、がっつり使ってたやつ。これにサインを入れて、0円。すげえな。とか、はい、マミルトンの私物とかもたくさん持ってきますし、はい、まあ私の私物マミルトンの私物。え、
マミルトンが作った粘土とか、あ、マミルトンチャンネルね、マミルトンチャンネルの粘土とか、あの辺も販売しようと思ってます。やばくないですか。結構そのそれぞれが思い入れがあるもの、はい、あとはアップバンクストア新宿、ここ事務所じゃないですか、はい、新宿のお店のバックヤードにあるいろいろなもの、イベントニコ生で使ったもの、はい、いろんなグッズとかも本当にたくさんのものですね、はい、今回0円で販売して、はい、ただこの上場記念キャンペーン、はい、第2弾、はい、オクラ出しセール、はい、そんなに簡単には買えませんよ。そうです。だってそれはね、もう全て一点物でございますから、はい、すぐ終わるでしょ。ページ開放されたのね、はい、2代目バイヤー紹介を、はい、まあ全てねこういったものは一点物ですので、はい、販売開始をですね、アップバンクストアの Z ちゃんの公式アカウントで発表します。でその開始を発表するのでずっとやっぱり見てないといつ販売されるかわからないんですよ。ツイッターですか。ツイッターです。ああ、はい、なので皆さんツイッターアカウントフォローしていただいて、アップバンクスター Z、 そう、はい、Z ちゃんマジでいつかわかんない。そう、マジでいつかわかんないんです。ただ期間としては9日月曜日、11月の9日、月曜日の17時夕方ですね、はい、10日間ぐらいだっけ、2週間ぐらいだっけ、はい、でなくなり次第終わり終了っていう内容。あともう一個ありますよ、はい、0円ではあるんですけれども、はい、単品購入はできません、はい、0円決済は EC サイトできないので、はい、必ず別のもの、何でもいいです、はい、値段は一切関係ございません、はい、何かと一緒にカートに入れて決済、はい、そうです、しないと絶対買えません、はい、なのでそのあたり注意していただいて、もう常にもう24時間も見ていただいて、ね、見ていただいて、はい、一緒に買うものも選んどかないとね、決めておいて、まあ、カートに入れておいて、ね、一緒に会員登録してない人はもうアカウントを作っとかないと。あ、そうですね、はい、そもそも本当に決済できませんから、はい、やばいよマジでこれだって、はい、本当に使ったやつだよで本当アップバンクスター Z ちゃんが販売開始しましたよってつぶやいて、はい、多分もう全部の商品が本当にすぐなくなると思いますので、だっていや、まあ、そうですよ0円だからね、はい、で中にはまあまあ、すでに販売が終了してしまった商品なんかは、まあ、1円で販売します。こういったまあ私物だったりとかっていうのはまあ0円なんですけれども、はいはい、あとはその商標上とかの関係もありまして、いくらかかって作ったものはこれよりも安い金額で販売すると、日本の法律に引っかかりますみたいな。そんなあるんですか。あります。そういう商品はもうその日本の商法上問題のない、もうギリギリまで攻めたプライスで極限で売り出させていただきます。今回の上場記念キャンペーン乗ってますね。都心のリスクでございます。2段ですもんね、はい、2段、はい、2段2段でもかもしましたね。ただこのオクラ出しっていうこれらの一点物の商品だけではなく、はい、今回のスペシャル商品というか、なんかそういうセール自体もベースとして開催されますんで、はい、そのベースとしてまずセールがある、プラスこういうオクラ出しっていうのがその期間としては終わるまで約10日間ぐらいの間にボンボンこうキャンペーンページに追加される、どんどん追加されていくのやばいな、はい、まあ、Z ちゃんのツイートをずっとチェックするでもいいですし、そのキャンペーンページをブックマークしていただいて、なんかないかなとか、はい、新しい商品が追加されてないかなとかっていうのをこう見ていただくとかでも全然、はい、変えたらラッキーな、そうです、いや本当に変えたらラッキーページがパンクしちゃうかもしれない、はい、はい、というわけで皆様、11月9日月曜日17時から第2弾クラダシセール開催いたしますので、ぜひとも皆さん楽しみに待っていてください。はい、はい、でこの動画の公開は、うん、もちろんキャンペーンが始まる前にこの動画を告知させていただいているわけですけれども、はい、概要欄にキャンペーンページのリンクを入れておきます、はい、どうぞそちらをブックマークして17時を迎えてください。はい、よろしくお願いいたします。はい、では、本当に皆様、アップバンクの上場を祝っていただいてありがとうございます。キャンペーンの第2弾も引き続き、ご引き、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あとアップバンクスター Z のツイッターアカウントのフォローも忘れずに。はい、では今回は以上でございます。はい、ありがとうございます。さよなら。さよなら。皆様ご視聴ありがとうございました。マックス村井チャンネル、チャンネル登録がお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いろんな動画がありますのでぜひとも楽しんでください。以上、北海道の、吹き出し公園からお届けいたしました。さよなら。